まあ、本当この番組に出るたびについてないだの当たんないだの連チャンしないだのめちゃ負けてるだの、300超えましたね。あーでも絵が教習貼ってる店名で招待堂行っちゃったよ。おおおお激アツ保留になった。激アツ保留はね80歳あります。もう当たったみたいな音鳴っちゃってますけど。たまガチャ、おはようございます。始まりました、たまガチャ9回目でございます。イエーイ、実践人のたまちゃんです。本日もよろしくお願いいたします。こちらの番組はですね、私たまちゃんが日本一の女を目指しつつ毎回ガチャに入っているミッションクリアに挑戦していくという、まあ、分かりやすい実践番組となっております。番組累計で10個のミッションをクリアすればご褒美がもらえます。そして日本一の女は実践機種のですね、最大で騙す一撃連チャン数を更新することも目指しておりまして、こちらも達成した場合は特別なご褒美がございます。現在9回目で私のクリアしたミッション数はなんと片手の4つ片手に満たっておりません。本日は新バジリスクの方を打っていきたいと思います。まあ、こちらね継続率がマックス約、96%、 ちょっとね日本記録を見るのが怖いです。そして大事なミッションの方もですね、今日も2つはい、ということでまず1つ目から見ていきたいと思います。ください。これがもうあの決められた確実にクリアをしてくれというミッションですね。だいたいわかりますよ。ラッシュに入れろ、多分そうです。新セブンラッシュに入れろ、ドドーンということで、はい、新セブンラッシュに突入させろです。そしてこっからですね、もう一個はガチャガチャの方でミッションの方を決めていきたいと思います。いきます。どうもどうも。これあれでいいんじゃない、最終決戦で当てろとか、そういう単純なやつが多分分かりやすいと思いますので、いきます。変なのやめて、せーのドン、20連チャンを超えろ。こういうの久しぶりに来たな、20連チャン。まあ継続率で考えたら全然ありえるし、いけるでしょう。まず最大で騙す、45,580発。なんか今までのやつがやっぱ7万とかカンストぐらいの勢いだったんで、なんかあっと思ったけど、連チャン数見たらドン引きです。最大連チャン数210連。まあ、うちの目標はこのね、10分の1 20連とかなんで、はい、そちらの方を目指して本日も頑張っていきたいと思います。たまガチャ、今日こそはミッション2つ達成したいです。当たり確率は約190分の1のナイトミドルで、 U タイム搭載されてまして、通常599回転打ちますと発動されます。朝一ですね。まあ、残りが近ければクリコシーナもしくはゲンノスケがまあ登場するかもよみたいな。で U タイム突入しますと時短が100回の新バジリスタイムに突入と。でもまあ基本的には199分の1を当てて、で時短1回で、約3分の1の当たりをしっかりと引いてラッシュに突入させるという流れ。でまあ、ラッシュに突入すると新バジリスタイム継続率約 87%、 新装人バトル約 70%、 まあ合わせて 96% で、まあ今ですね、あのチャージの方、忍びチャージの方をしているんですけど、これが100になったら天命というものが発動します。で基本的にはもうその天命行って当たる感じ。天命に行けば、甲賀十人衆バトルもしくは最終決戦に行きます。信頼度がまあ倍ぐらい違うし、チャンスアップも結構必須なので、まあそれはおいおい発展した時に
まあ、本当この番組出るたびについてないだの当たんないだの連チャンしないだのめちゃ負けてるだの今年も残り7、8、9、10、11、12あと半年かで、こっから私が気になっている機種も、まあ、続々と導入をされるんですよ。本当もうこれ来週とか入るんじゃないかな、あの海物語の、そうこれ来週入るので、本当はトマガチャでね、噛み合えばね打ちたかったんですけど、まあちょっと次回なのかなって感じで、もそれが導入された後にガンツも導入されるんですよ。だそれもめちゃめちゃ気になる。まあとりあえず2枚目入れたいと思います。うん、300超えましたね。あと半分か、あと半分だったらもういいんじゃない、 U タイム。さささっとミッション2つともクリアさせといて、あとは純粋にパチンコというねものを楽しむが、まあ理想なんじゃないか。なんか出そうだけど出ないか。兆しがあります、はい、でこのままちょっとあたりもあるっぽいんですけど、基本的にはあの発展してってよいしょ2個勝負氷馬氷馬よこいいよこいなのね。あと32だよ。まあもう関係なっちゃ関係ないけどね、ここはね。しかっていうとこのチャンスアップとキャラクターなんだろうけど、うーんいい音したんだけどな。教習張ってる店名で招待堂行っちゃったよ。でもでもでも赤でとなんか出ればいいけど、お濃い昇格ってこと。あ緑、ね、緑、あ赤が行きました。一応6ないぐらいあるので、ま、店名が見えますね、はい、あで教習行くじゃん。あ行かないんだ紫でも、まあでもまあ OK です、店名は行くでしょう。あ連打ね突破突破突破。結構回して本日初いきますよ。え？おおおお激アツ保留になった。激アツ保留はね 80% あります。よいしょ、はい天命で、まあこっからですね、まあ、2種類あるとどっちに行くかと、開眼してくれればより強い方に行ってくれます。
人衆の方、まあ、もちろん最終決戦いてほしかったけどね、こっからでも当たるかもしれない。だって保留、激アツ保留ですもん。あ、そう、でボタンのねレベルアップがかなり大事だからね、エフェクトの色が変わってくれれば。緑すぎね、紫なのよ確か、うん、ここ超えての赤でしょ。よし、赤いった。でカットインも赤で、これもっとぐる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 っつって、あれこのままなの。よし、でも当たりました。当時の方はね、ちょっと1万7500円しちゃったんですけど、まあでもかなり状況が良くて、358でしたっけ、失礼します、あれ357か、357、図柄が1なので、まあこれはこれは 90% の時短1回の方ですかね。入れましょう、入れちゃいましょう、一発でいきます。よいしょ、1個入ったよ。天然撃破すればいいんでしょ。そうだよね、まあいいでしょう、1回当たりました。ライトミドル、まだまだ狙っていきます。でモードの方ね、ちょっと変えてみようかな。もともと結構シンプルだなっていう中でシンプルにしちゃったらあれかもしれないんですけど、ちょっとシンプルにしたいと思います。あ、赤同色、でも3割ぐらいかな。あ、でもこのゾーンは強いんですよ、ちょっと感じの方がね。で今シンプルモードにしてるんで、何かがあればかなり期待持てると思うんですよ。なのでここはちょっと期待したいと思います。チャージしちゃってください。この先読みゾーンがね結構強かったと思いますよ。先読み時で突入してるのと変動でによって変わるけど、それでもまあ 60% はあります。で変わるでしょ、変わるでしょ、変わるでしょ。もう一回ぐらいなんか変わるチャンスが結構刻む系だったんで、あ、でも南城屋敷行きました。なのでまあカウントゼロで、まあ、天命に行きます。あったれあったれ、サクッと当たって、え？ゼロいかなかったね。いやでも大丈夫でしょ。絆、あ、絆玉ゲットしている。もう当たったみたいな音になっちゃってますけど。ここが光ってる、え、これ当たったでしょ。あ、このまま直当たりの時だ。天命にいか、全回転 10% 引いた、全回転だ。マジっすか、やったー、ミリオンが達成じゃん、これで。え、まさか見れるとは思ってませんでした。はい、喜ばしき天命じゃん、もう天命でももうよくわかんない。では、こちらも4ラウンドですね、ひとまずで消化した後に、バジリスクタイムになるのかな、うん、そうですね、獲得してますね。モード3種類あって、まあ、もちろん玄之助様から行かせていただきます。じゃあまずはここ
この5回転で残保留の、3回転ボタンゼロ3分の1よ。おかしいだろう、おかしいでしょう。なんでいきなりそっち行くの。よし危なすぎるだろう。ストックしてて、ストックしててください。どんどん行きます。緑か赤系が来ればね、かなりチャンス。なんなの、下手なの私。3分の1下手。でも大丈夫大丈夫、ここも約70歩あるから。これはどんどん減らしていきたいんですけど、いやー2人ぐらい残るね、あと1人。これ赤、あれこれ赤だっけ、これ多分いけます。ほら3連目。なんだこのドキドキの展開。 OK、 こういうこと、本来こういうこと。サクサクと、あでストックもあります。でこれ、ステージによってストック何個あるとか、あと速さが変わったりとか、もうこの点目、このステージはもうストックあるときですね。でこれよりももっと偉いところもあるし、まあ、ただ基本的にはストック あるよって教えてくれるからね。 OK 開けちゃおう。そんなに強くないと思うけどこの演出は。 OK、気持ちいい。一回攻めは気持ちいい。お、赤扉です。この笛のあでしょ、やっぱね赤ないもんね。いやー、ゆるすけ頑張れ。よし、あぶらーい。そんなあっさり、おかしいおかしい。87%。扉の色こんなんじゃなかったですよね。ボタンでプチュンまであるな。え、あれ今日はここで頑張れてますから。赤でございます。これが16連目とかになるのかな。ここでストック確定させちゃえばいいんでしょ。一番見せてくれるね、そういう見せ方ね。
20年です。あーやったー、よし、もうこっからはもう気持ちがかなり軽くなりましたので、プラスシューズですか、あとはもうほんと世界日本記録狙っていきたいと思います。210連な2時間な、いいよいいよ、お腹は空いたけどパチンコのダメなら我慢できます。汚染が見えてきた、前打った時がね7000、8000個ぐらいだったんですよね。まあ、30連ちょいとかはしてるのかな。バツで25連、まあ、一応これが平均連だと、だから平均連で大体まあ5000個ちょい、流れないな意外に。今日はここで戻すのがうまいと、せっかくなんでここで当てて、余裕ぶっこしたら、まあ、確かに赤で濃厚なんて誰も言ってない、だがしかしですよ、これの深さないか、マジか。でも25は平均5615ということで、なんと前回転からミッション2つも達成しました。やったー。まあ今まで今日9回目やってきて4つだったので、これ足して6個、まあそれでもペースは遅いんですけど、とりあえず、本日はしっかりと仕事をした気分です。持ち玉の方も5000個ということで、まあ定まで今ほぼプラマイゼロ、まあ、ちょっとこの後もですねしっかりと当てて、まあ全回転も見せたことですし、他のねいろんなもっと最終決戦とかもあるので、こちらの方がこの後見れたらいいなと思います。投げる投げる投げ、あ、でもボタン上がった、ごめんなさい、当たりました。